白雲の章、水雨の説、国風の塔。生い茂った草木を濡らす雨は、時に烈風をまとい、時に霹靂とともに降り注ぐ。雲間から差す陽光に照らされた水雨は、フォドラの大地を潤す恵みとなり、自然の厳しさを教える災いともなる。そして雨の通り過ぎた後には美しい虹がかかる。あなたに依頼したいことがあります。生徒たちと共に王国領へ赴き、ある族を征討してもらいたいのです。彼らはファーガス貴族のゴーティエ家から英雄の遺産破裂の槍を盗み出した。頭目の名はマイクロン。拝借されたゴーティエ家の子息らしい。これは遺産絡みの問題、一領主の力で解決できる問題の範疇を超えているからだ。英雄の遺産は人の手に余る強力な武器、相応の戦力を持って臨まねばならない。だが今、西方教会の廃教者どもを粛清すべく、騎士団の主戦力は修道院を離れている。だからこそ英雄の遺産に対抗しうる武器、天帝の剣を得た君は適任と考えた。天帝の剣は遺産の中でも群を抜いて強力な武具。心配は無用だと思いますが、生徒たちにも危険が及ばぬよう大修道院切っての手だれを同行させましょう。改めて言っておくが、その剣を持つにふさわしい振る舞いを心がけてくれ。それとハンネマンさんが君を探していたはずだ。後で尋ねるといい。以上だ。今しがた今節の課題について聞いた。王国領での賊討伐か。すまないな、迷惑をかけて。これは王国の問題だというのに。そう言ってもらえると気が楽になる。ありがとう先生。お？殿下、殿下ではありませんか。いや、ご無沙汰しております。お前、ロドリグか。久しいな。2年ぶりになるか。Este personaje no me suena para nada. Debe ser exclusivo de este. De elegir la casa de los leones azules, ¿no? Lo que pasa es que veo el nombre y tengo la sensación de que ahí al final le falta una Z. Rodríguez a secas me suena raro. Ah, 彼の名はロドリグ。父の古い友人で、俺が物心つく前からの付き合いだ。4年前に父が亡くなってからは、まるで本当の家族のようによくしてくれた。よしてくださいよ、殿下。恥ずかしいじゃありませんか。あなたのことは、せがれのフェリックスからも聞いておりますよ。ロドリゴ、お前が修道院を訪れたのは、やはり九段の族絡みの。ええ。もはやこの件はゴーティー家だけの問題ではありません。族は我がフラルダリウス領に根城を構え、各地の村々で略奪を繰り返している。我々も協力は惜しみません。お二人ともよろしくお願いしますよ。いや、よく来てくれたな先生。話は聞いたよ。天帝の剣の力を使ったと聞いたぞ。それで君の紋章の正体が確定したのだ。我が輩は君の紋章を目にしてはいたが、当初それが何なのかわからなかった。やがて我が輩はふと気づいた。見えているのは全体の一部に過ぎないのではないかとね。すなわち君の紋章は大きすぎて、通常の器具では観測しきれなかったのだ。そうと気づいた我が輩は、適合しうる紋章を調べに調べ、一応の仮説を立てるに至った。だが
どうしても確信が持てず、これと結論付けた紋章が異質すぎたのだよ。解放王ネメシスより千年以上世に出ず途絶えたとも思われていた紋章、炎の紋章、それが君の力の正体だ。君が天帝の剣を使えたことで我が輩の仮説は真実であると証明された。高級の時を経て蘇った伝説の力、君がその力を宿していることにもはや疑問の余地はないようだ。Estoy un poco desconcertado por el icono este azul, que no me suena. O sea, sé que el rojo es como importante por historia o algo así. El blanco son secundarias, pero el azul, que era exclusivo de esta línea de tiempo o algo así. Debería invitar a Rey a tomar té. ¿Para tomar té? Bueno, vale.Hombre, me da 800 de prestigio. Igual subo de nivel docente y todo. En lugar de tener un montón de dulces, aquí solo tengo galletas. ¿Es su favorito?O sea, que este último igual no funcionaba. Motto, Jishin, o Mochinasai. Anata nara, Seto Tachi o Tadashiku Michibiker Hazdes. Vale. Pero todavía no ha pasado nada. Era solo tomar el té. ¿Y por qué me salía en azul? Tanoshi Jikan wa sugu ni sugite shimau mono.今節3回目か。よし、これで終わり。お父様もよく飽きないものね。あ、先生、何かご用でしょうか。¿Qué estabas haciendo? あ、いえ、そのちょっと不用品の処分を。部屋は清潔に保たねばなりませんから。先生も肝に銘じてくださいね。部屋の乱れは心の乱れと言います。不要なものを処分することこそが倹約の第一歩なのです。Demasiadas explicaciones。もちろん構いませんよ。先生の頼みとあらば、今すぐにでも。私の実家は貴族といえど、そこまで裕福ではありませんでした。そのため、倹約を心がけよと、父に言い聞かされて育ったのです。吝嗇か、といえばそれまでですが、まめに掃除をするように言ったのも父で。はい。自慢の父です。領地の経営が苦しくとも。私には貧しい思いをさせぬように育ててくれました。そうですね。カルタス、セグロ。ただの紙切れです。文字が書いてあるので書き物にも使えず、掃除や武具の手入れにも役立ちません。ならばこの木に処分してしまおうと思い立った次第でして。ああ、ところで先生、私に何かご用でしたか。まさかまたシルバンやフェリクスが問題でも起こしたのでは。そうでしたか。では私はそろそろ戻ります。掃除の続きがありますので。先生、それではまた。
Vale, tengo una teoría. Puede ser que el padre la esté instando a casarse o algo por el estilo, y por eso está tirando las cartas. お前も誘うつもりで探してたんだが、見つからねえから先に来てたんだ。たまにはあいつのお前の母さんの墓参りでもしようと思ってな。このちっぽけな墓の下にお前の母さんが眠ってるのさ。ん？ああ、当然の疑問だよな。そのあたりの事情は話せば長くなるんだが、そういやお前にはあいつのことをあんまり話してなかったよな。穏やかで賢くて料理も上手で誰に対しても優しい人だったよ。それに花が好きだった。俺が珍しい花を摘んで帰るとそりゃ喜んだもんだ。懐かしいな。あいつの笑顔が見れりゃ俺はそれだけで最高に幸せだった。あいつが一番の笑顔を見せてくれたのはお前が腹の中にいるって分かった時だ。お前を産んですぐ死んじまったから一緒に過ごした時間はほんのわずかだったろうが、あいつはお前を心から愛していた。それだけは覚えておいてくれ。この指輪はあいつの唯一の形見だ。そのうちお前に譲ってやるさ。いつかお前にも大切な人ができたらこの指輪を送ってやるといい。よくやってくれた。感謝する。El evento. Nanika Yoka. Ah, que se ha dado cuenta que estábamos ahí. Soka. Sensei.暇を持て余しているなら手伝ってくれ。温室の花に水をやらねばならん。助かる。一つだけ、そこの一角には水をやらないでくれ。それはダスカーさんの花だ。Sí, ya me imaginaba que nos iba a dar la respuesta igualmente. Concurso de miradas. Aratamete, Leo y Vasete Hoshi.士官学校に入学した直後の課外活動でも、これまでの戦いでも、お前は何度も殿下を救ってくれた。感謝している。O sea, nos está dando las gracias por ayudar a su señor, no a él. 俺にとってはそうではない。まだ何か話か。では俺はあちらに水をまいてくる。Un poquito.